中国作家協会は中華人民共和国における唯一の公式な全国作家組合連合である。略称は中国作協。会場は北京市浅区東土城路25号。現在、会員は7690人。中国作家協会の起源は中国共産党が設立した中華全国文学工作者協会。主席は坊順、副主席は 丁例が中平。東組組長は丁例副組長は表説法。文芸法、人民文学、新観察闘争官が出版。1953年9月、第2回全国代表会議に主席の某順を選出。1953年10月、中国作家協会に正式に解消した。修容、丁霊、馬勤が中平、老席。 氷石炮、氷林の各紙が副主席に選出された。1979年11月、北京で開かれている中国作家協会第三回全国代表大会で、新主席に現代の著名な作家、某淳が選出された。馬琴、丁霊、氷板る、氷巻、もぐさお、オ、氏いらは、砂なぎさ、力、長光年、チン陳荒スす、王葉山、が高行き。 鉄、コラモはじめこうの各種が副主席に選出された。1984年12月、北京で開かれている中国作家協会第4回全国代表大会で、新主席に現代の著名な作家、バキンが選出された。王王ーー、丁霊、兵至る、大鳥巻、モグサアオ、リュウヒンガン、スナナギサ、リクフミオ、チョウコネ年、チン・アラスス、鉄、 コロモはじめこうの各種が副主席に選出された。2011年11月25日、中国作家協会の第8回全国代表会議に主席の鉄しこりを選出。鉄しこりが主席に再選され、大安奥、発信、流行、李氷、リアリしげる、何県名、超平、張高校、陳忠だ陳健康、爆言、高広氏派、 両本、段々の各紙が副主席に選出された。ありがとうございます。